皆さんこんにちは、ナッシもこんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日はザ・スーパーマリオブラザーズムービー見てきたよ編ということで、はい、見てきた直後のナッシに感想を聞いていきたいと思いますが、はい、見終わって1時間も経ってないですよね。ナッシは全然経ってないですね。まだその見立て鑑賞ほやほやの感想としてはどんな感じですか？いや面白かったですよ、うん、私はねかなり面白かった。最高。ベタ褒めじゃないですか。どっちかっていうと最高、やっぱり。いや、いいじゃないですか。まあ、ネタバレしない範囲で、ここ良かったよ、みたいなところあります？そうですね。いいところを3つ、もう見たばっかりですけど、固めてきて、うん。まずね、1つ目は、同じようなことしかいつも言ってないんだけど、絵がいい。絵がね、もうみんな、私、妻と見に行ったんですけど、うんうん、全部可愛かったよねって、あとおしゃれだったっていう感想が奥さん言ってて、確かにな、スタイリッシュで可愛い、もう任天堂のねキャラクターも可愛いし、あとやっぱり動きはミニオンズの経験が生かされて、本当みんな可愛かった。可愛さ一つ目で、二つ目が音楽がすごいいい、うんうんうん、馴染みのある音楽なんで、私にとって。うん、そうね。もう、何百回、何千回聞いただろうみたいな音楽のアレンジ版なんで、もうだからそれが、軽く聞こえてきただけでもちょっと安心するというか。そうね。いいよね。やっぱり、あ、この時この音楽だよねっていう音楽がかかるのが、すごい良かったですね。地下の方に行ったら、土管の中のすら聞こえるぐらいで、こう、なんか匂わせてきたりとか。うん、珍しいんじゃない？まあ、ちょっと、2曲、なんか数曲ぐらいね、リアルミュージック、そのマリオと関係ない、ナッツメロみたいなのが流れてましたけど、うんうん、テイクオンミー。ああ、テイクオンミーはすごい良かったよね。そう。まあ、そういうのは、あるけど、まあ、ほぼほぼマリオの、うんうん、まあね、シリーズの曲だったなって感じですよね。うんうん、3つ目はどうですか？3つ目はもうファンサービスっていうところかな。もうなんかね、アトラクションっていう感じなんですよね、うんうんうん、映画じゃなくて。オリジナルキャラいないし多分。ちょっと待って、それはもしかして魔界帝国の女神の悪口ですかね。魔界帝国の女神も見たんですよ私は。おー、はいはいはい、0秒ぐらいかな、そのつなぎ目、もう本当にギリギリ、あんまり時間なくて魔界帝国、うん、ギリギリまで見てて、うん、それで、うん、でその分の加速もついてます、私多分この加点は。ちょっと何言ってんすか。いやだって導入はほぼ一緒だったじゃないですか。そうそうそう、同じじゃんってね。ブルックリンで配管工をやってる2人のお兄ちゃんたちが、ある日不思議な世界に入るっていう完全に一緒の通りじゃないですか。配管工スキルのノリもマジ一緒じゃんと思って、ね、これめちゃくちゃあるぞと思って、もしかしたらパロディというか。めちゃくちゃ越すんじゃねえかと思ったけど、まあ、まあね。でも、物語の部分も、その最初、うん、キノコワールドを知らないところからっていうふうにやってくれたのは、うん、なんか良かった気がするなぁと、うん、楽しめましたね。うん、いいじゃないですか。まあ、っていうところが私の、うんうん、はい。どうでした？そうですね。結論としては、舐めてましたというところです。事前情報で、ファン受けはいいけど、うん、ちょっと批評家からは、ちょっと辛口のコメントされてるよみたいな話してたじゃないですか。うん、なるほど。うん、まあ、だから、まあ、正直ミニオンズみたいな感じかなとは思ってたんですよ。で、うんですけど、いや正直もうめちゃめちゃ楽しかった。舐めてました。舐めてた案件です、これ。舐めてた案件です。そうね。テンション上がっちゃうね。うん。で、まぁ、ちょっと良かったところも、まぁ、まぁ面白かったんで、基本全部良かったんですけど、うんうんうん、まあ、特にね、良かったところっていうので、まぁ、正直一番来たところから言うと、うん、修行シーンがあるじゃないですか。うん、まあ、冒頭30分ぐらいのところで。うんうん、はい。正直僕ね、あそこね、泣きそうになりましたね。おお。で、今回のその作品を通して全体にね、うん。
子供だけじゃなくて、そういう、まあ、僕らみたいな大人になった人も楽しめるところのメッセージがちゃんとそう説教臭くない範囲で入ってたなとは思うんですけど、うんうん、でそこに通底してたそのテーマっていうのが勇気を出そうってことだと思ったんですよ、うん、でまあほらルイージもちょっとなんかこう怯えキャラというかね、うん、上がりキャラみたいな、いつもマリオ兄さんの裏に隠れてるみたいなルイージも、これいつルイージ活躍してくれるのかなみたいなこともちょっと思ってましたけど、ちゃんとルイージ覚醒のパートもあって、うん、でだからちゃんとブラザーである意味があったなっていうところでね、うん、で正直、まあ、基本マリオが今回は主としてあったんで、そうね、なんかマリオブラザーズである意味はあるかっていうところが途中まではちょっと思ってたんですけど、やっぱ最後はちゃんと綺麗にそこも気持ちよくしてくれたなっていうところもありつつ、で、まあ、その通底するシーンとして、なんか、まあ、要はキノコ王国というものを全く知りませんみたいな、なんか、キノコ食べたら体大きくなるんですか、何それみたいなところから始まるんで、で、ギミックとしては、その僕らが知ってるマリオをいかに自然な形でストーリーに盛り込むかだと思うんですよ、ね。うん、そうね。そう。だって、横スクロールのあんなとこ、まあ、不自然じゃない、不自然だし、うんうんうん、あの、ドンキーとの試合も、まあ、ゲームで考えたら不自然じゃないですか。うんうんうん、でもそれをなんか、いや、これは修行のためにこうしてますよとか、うん、これはなんかコロシアム的な感じで、バトルフィールドとしてこう設定されてますとかね。うんうんうん、でも、マリオカートはもう純粋に移動のために、なんか僕らが知ってるマリオをいかにこうストーリーに落とし込むかっていうのは本当に実に見事だったんだなと。うん、そうね。で、その、まあ、修行シーンでもうマリオがルイージを助けるために、いや、本当に危ないけど、こう何回も勇気を振り絞って、そうしてる。で、僕はあの、やっぱ自分が弱いポイントとして、あの、頑張ってる人を見るのが弱いんですよ。だからちょっとあの甲子園もそういう意味で見れないんですよね。なるほど、弱すぎて見れないんだ。そうそうそう、あの頑張ってる人がちょっと眩しくて累戦に来ちゃうみたいなところがあるんですけど、そうだからもうひたむきに向かってるマリオを、うん、冒頭の最初の修行シーンで見せられた時は、あ、やばいなっていう感じでした、うん、よかったですね、わかりますね。っていうのはまあ1点目、まあ、修行神で泣きそうでしたよっていうところがあると、うんうん、まあ、次がなんかそれぞれのこうキャラ付けのところで、うんうん、まあなんかマリオブラザーズはね、なんかまあいつも通りって感じですけど、まあ、他のキャラもなんかすごいいい感じのキャラ付けがされてたなと思ってて、うんうん、ちょ勝手にあの名前をつけたんですけど、おてんばピーチじゃないですか。うんうん、で、異端者ピノキオなんですよ。で、クッパは何かなと思ったんですけど、芸人クッパかなと思ったんですよね。おクッパも、まあ、一応、悪い敵キャラとしては設定されてますけど、その、見てる観客には、悪い奴に見えないようにちゃんと作ってるじゃないですか。うん、で、なんかこう、で、ああいうなんか、なりはでかいけど、その、ピアノ弾けるみたいなところもちょっと、ギャップ萌えじゃないですか。確かに。か芸人感あるなっていうところ。そうね、かわいそうだなって思うボスキャラでしたからね、最後。そう。なんというか。でもなんかね、ピーチがその単純に守られてるだけじゃなくて、なんかまあ自分が戦うキャラみたいなのは、うん、まあ、多分多くの人が言及するとは思うんですけど、うん、正直あの、マリオ RPG 勢からすると、いや、ピーチ大活躍しとったからみたいな感じのね、うん、いうところがあるんで、あれかなっていうのと、ただそのピーチに関して一個だけ言うと、ちょっとおちょぼ口な感じじゃないですか、見た目が。はいはいはい。あれがなんかこう、ずっと気張ってる感じに見えて僕は好きでしたね。なんかこう人間気を張ると口がおちょぼ口になるの分かります？なるほど、こう、うん、って感じでね。うん。クッとなんかこう気持ちを入れるとって感じがね。だそういうふうになんか、まあ、あの、たまたまそういうキャラデザーだったのか何か分かんないですけど、なんかそれが個人的にあったかなっていうところ。あの表情が。なるほど。そう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 。で、あと、あ、ちょっとさっき言いかけたところで、その、いかに自然にストーリーに盛り込むかっていうところで、うん。あ、こう来たかって思ったのが1点あって、うん。まあ、途中でね、そのドンキーコングたち、のいる島から、うん、まあ、キノピオ城に、近道のために移動しますよっていうところで、こう、うん、まあ、例によってマッドマックス張りの、バキバキの車でね。これも完全に、魔界帝国の女神をオマージュじゃないかとか思いながら、ね、まあまあ、それは、冗談です、うん。あそこで、まあまあ、もちろんそのね、あの、まあ、あそこはちょっと唯一のツッコミシーンだと思うんですよ。いや、あれ、うん、クッパを迎えるために近道してるはずなのに、そこで、バトルしちゃったら、もはや、一回止まれよ、お前らとは思いながらね。まあ、っていうのはありつつ、マリオカートやったことあります？
ありますよ、ありますよ。私、スイッチのゲームも結構やってるので、うんうん、盛り込まれてるなと思いまして。それで言うと、トゲコーラそう来たかって思いませんでした。ああ、青いやつ、ね。そうそうそう。ですね。あ、ね、お前トゲコーラやったんかいっていうね。ねねね。やたらタフなやつだなと、一瞬思ったら。パッと出てきた割には、なんかやたらフィーチャーされてるなと思ったら、ね、おなじみのトゲコーラくんだったんかいみたいなね。なるほどねって思うよね、あれは確かに。本当に全部やってるもんな。なんかすごいよね。すごい。あれはなんかこう、マリカーを、まあ最近のね、やつも含めて、なんかマリカーに触れたことある人だったら、そう来たかっていうの、やられたって、うん。いやー、っていうなんかこう、やっぱこうね、よく言われるこう、人が夢中になるのは半分知ってて、うん、半分知らない状態じゃないですか。うん、なるほど。うん、そういう意味で、まあ僕らはもうマリオというものをもうすでに半分知ってる状態で始めてるわけですよね。キャラとか、その、うん、どういうギミックとかアイテムがあるとかね。で、ただその今回の映画は知らないストーリーっていうことで、非常に面白く見れたんじゃないかなと。のが2点目って感じですね。うん、まあ、そんな感じでっていうところで。うん、3点、まあまあ、まあそんな感じか。まあ、あとは、なんか、最後決めたのはちょっと、ライダーキックだったじゃないですか。ああ、確かにね、そう。そう思ったよ、私も。あれはちょっと正直僕は元ネタが分かんなかったですよ。なんか元ネタがあるのか、なんかたまたまそういう流れだったのか、どっちだろうみたいなね、感じで。ね。で、最後、まあ3点目なんですけど、これはですね、なんかオールドファンへの、配慮っていうところが一個あるかなと思ってて。はいはい。で、僕も、調べてちょっと分かったキャラが2名ほどいまして。はい。例えば、途中でさ、なんかやたらネガティブなことを言う青いやついませんでした？あれ誰だったんですか？あれちゃんと調べましたよ、僕も。いるんだ。そう、もう調べてなんならもうブログの方で発表しました。へえ。あれは、ちょっと名前が2つあるんで、ちょっとどっちで言ったらいいかわかんないですけど、うんうん、とりあえず、任天堂64に出てきたマリオギャラクシーのなんかショップ店員のやつらしくて。へえ、いいキャラしてるな。で、名前が二つあって、なんか、よろずやチコっていうのと、ルマリーっていうキャラクターらしいですね。そう。で、マリオのなんか作品に出てくるのはなんか10年ぶりらしいんですよね。マリオギャラクシー2以来10年って書いてあってました。64のやってないんだよね。知っておきたかったな。ただまあ、なんかいわゆるガツ勢からすると、なんか知ってて当然というか。まあ、そうだろうね。12月になんか、プロモーションがあったらしいんですよ。その、はいはいはい、マリオがコラボしたやつで、うん、ハッピーセットのおもちゃがマリオみたいな。うんうんうん。そこで出てきてたらしいんですよ。あんな暗いやつが。そう、あんな暗いやつが。いやー、で、牢獄の隣にいたらマジでやったよねっていう話を。そう、正直満足度僕 95% なんですけど、5% 引いたのはこいつのせいって。ほんと。だ最後も嫌なこと言って去っていくじゃないですか、うん、映画が終わった以上残されたのは僕らとなんか無限の虚空だけだみたいなこと言い始めた。なんなんみたいな、サックスうまいけどさお前なんなんみたいな感じを思い出しながらお前で最後終わるんかいみたいなね、うん、感じの。いいね、確かにファンサービスな。でもう一個、もう一人いて、その最初のね、そのブルックリンで配管工独立しましたみたいな時に、うんうん、お前ら、なんか俺のところから独立してただで済むと思ってんのかみたいな、うんうん。最後はね、なんかいい感じのやつになりますけど。あれも、オールドファンなら知ってるキャラらしくて。あ、ちょっと ややこしいんですけど、その、もともとはブラッキーっていう名前だったらしいんですよ。はあはあ、ところがなんかこう、諸事情あって、名前がスパイクっていうので統一されたキャラらしいんですけど、いわゆる、初代マリオのライバルってことらしいです。そう、ゲーム名がレッキングクルーっていう、ガチガチ初期のか。でそう思って見返すと、そのスパイクってヒゲのおっちゃんね、うんうん、の帽子には確かにレッキングって書いてあったんですよ。でレッキングっていうのはこう壊すとかね、なんかそんな感じの意味です。解体屋みたいな感じ。はいはいはい。あ、そうなんだね。だからあれは、だから、そのレッキングクルー自体もなんか85年のゲームとかなんらしいんで、84年、85年あたりのゲームらしいんで、まあ、オールドファンだけは気づくみたいな感じ。っていうね、またそういうなんかオールドファン向けの
配慮しっかりされていたなっていうところで、うん、まあこれは、ね、そりゃ受けるわって感じでしたよね。全然私たちがわからない部分でもっとあるんだろうね、うん、その本当にもっとマリオをしっかり触れてた人の感動ポイントっていうのは。そうね、冒頭のね、あの初めてキノコ王国に来ましたっていう時にこう街を歩くシーンがあったじゃないですか、うんうん、あそこめちゃめちゃ情報量多いなと思ったんですよ、うんうん、なるほど。こうコインがこうなんか 3D になってる感じとか、うわコインがでかい重そうみたいな感じとかあったけど、うん、まあ相当情報量あって、多分あそこは見落としてる場所とかもあると思うんで。いやそうだろうね。だし、まあ、この映画のいいところは何回も見れる作りになってるかなと、うん、子供だとしてもさらにっていうところで、うん、ね、その魔界帝国の女神の時も言ったけど、そのノリとテンポが最高みたいな話をしたと思うんですけど、うんうん、いいテンポです。そう、今回も素晴らしいテンポだった、うん、で、まあ批評家の人たちがどこを批評してたかは分かんないですけど、いや これでいいと思いますよそうね、私も、まあ、映画そのものとした時の脚本のその薄さというか、うん、そういうところをやっぱり気になるんじゃないですか。難しいと思うよ。だってその期待されたものを期待した通りに出すって、それって実はめちゃめちゃ難しいと思うんですよね。いや、マリオ映画でこれ以上の脚本は多分書けないんじゃないかなと思いますけど ね、うん、ね、展開知ってるけど知らないっていう話さっきしたと思うんですけど、うん、やっぱりこの映画それぴったりだと思うんですよ、うんうんうん、だし、あとはみんなそのマリオと接してた時期って人によって様々だと思うんですよ、うん、ただそのどの時期に接してたとしてもね、それこそマリオが生まれた時に接してたとしても、さっきのあのスパイクには気づいたりするし、うんうん、そうね、よろずやチコちゃんに気づいたりもして、うんうん、10年以上前だったら、あの最近だったらマリカーで接してる子供たち、うん、いやどの世代どこかでずっと接してる人ってまあそんなにいないじゃないですか、言っちゃけ、うんうん、どっかで触れてないシーズンってあると思うんですけど、ただ全世代に向けて、あここはわかるっていうところがしっかり作られてるという意味では、うん、知ってるけど知らないところが当然あるわけですよね、うんうん、だから本当に実に巧みな技かなと思いますね。 いいですね、匠でしたね、本当に匠って感じがするね、匠、うん、すごいよ、面白かった。じゃあちょっと、まあ、ここに来てネタバレもクソもないと思いますけど。そうですね、確かに、まあ、一応ね、ちょっとあの、あ、ちなみにどうでした、混み具合としては。いや、大盛況かな。最近で見た映画の中で一番、まあ、時間帯も良かった、うん、あ、仮面ライダーよりは、うんうん、匹敵する、うん、あと観客が若いですね。うわ、子供じゃない若者たちが見に来てる、うん、ちょっと待って、あの新宿で見たんですよね。新宿ピカデリー、東横キッズが来てたんじゃないですか。東横キッズ、違うか、東横キッズはあの東方で見るかまあね、ピカデリーまで来ないか。確かに驚いた、あんなになんかあんな映画館久しぶりに見ました。僕は一回バルトナインで映画見たときに、新宿のね、うんうん、あの、ホラー映画見たんですよ。あの、うんうん、イットですよ、イット、うんうんうん。イット見に行ったんですけど、あの時は観客が若くてビビったことあります。ああ、そう。で、その時の記憶は、あ、みんなデートで来るんだなって思いました。イットを見に。で、今回マリオどうでした？デートって感じでした？あ、デートって感じ多かったです。多かったです。そんなじゃないです。いや、なんか楽しそうでしょ、金曜の夜に新宿でマリオ映画デートでしょ。うん、もう楽しそうでしたよ、皆さん楽しそうで何よりじゃないですかね。そう、まあ僕はそのまあちょっとね、その都市部ではないところで、うんうん、お昼の回見てましたけど、やっぱ普段の昼の入りよりかは全然多かったし、うんうん、なんだろう、なんか見終わった後のみんなのなんかこう満足げな声聞こえてきたって感じがありましたね。確かにね。で、なんかちょっとこうお互い気づいた小ネタをこう話し合いながら、やるってあれだよね、うん、みたいな。いや、盛り上がるよね。そう、いや、面白かったみたいなことを話しながら、僕はちょっと一人で見に行ったんで、あのみんななんかちょっと集団で来て、うらやましいな。俺も見終わった直後に語り合う、そうね、コマが欲しかったなとか思いながら。ただ、危なかったなと思うのは、うんうん、今回、このなんか、ナッシーと話そうみたいな回がなかったら、ワンチャン行ってなかった可能性あるなと思って。ああ。いや、そうじゃないですか。私も多分行ってないと思うな。うん、もう、
ネットフリとか待つか、みたいな感じだったと思います。見に行ってよかったなと思いました。面白かったよ。まあ、何かこう、一つ趣味を持つっていいことですね。ね。出会えましたからね。なんか、あと、ステッカーみたいな、なんかステッカー入りなんちゃらみたいなのもらいました？もらいました。開けました。あ、ちなみに中は何が入ってたの？シールと、なんかね、うん。見せてください、見せれるなら。付録本みたいなのが。こういうデカめのシールと、映画のワンシーンを切り取った。うんうん、はい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 。と、あと、うん、このね、冊子で、元ネタをこう、このゲーム。ああ、なるほどね。はいはいはい。これだと、レインボーロード。はいはいはい。このゲームで出てきました。タヌキスーツ、このゲームで出てきました。みたいな。じゃあ、ルミナーも解説してるんじゃないですか？あのね、全部は載ってないみたいなんですよ。これも、この小冊子も多分、シーン3って書いてあって。そうですね。1、2、3、4、5ぐらいあるんじゃないか。はいはいはい。じゃあ何が出るかはちょっとお楽しみというか。とか。ステッカーもなんかね、噂によるとキラがあるらしいという噂だけど。うわー、ちょっと欲しいなー、いいな。だから、ね、熱心な人は集めるんじゃないですか。そうね、メルカリに出るんじゃないですかね。だから熱心な人はメルカリで買うか、もう一回見に行くからどっちかじゃないですか。まあ、仮面ライダーの時も特典ありましたけど。あったね。私はステッカーの方が好きですね。貼れるから。貼れるから。どこに貼るんですか？冷蔵庫ですかね。ああ。剥がすの大変じゃないですか？もう、大丈夫です。じゃあ、一旦、まあ僕の中では、これはちょっとネタバレになるのかなって思ったところがあったんで、はい。一回軽く切りましょうか。わかりました、ね。どんな人におすすめですか？もう全世界、うん、全人類。まあマリオ見たことない人わかんないけど、まあマリオ、うん。ハマったこと、やったことある人だったら、絶対面白いと思いますね。どうですか？やっぱ子供に見てほしいですよね、一番は。まあ、もちろん僕らが見ても面白かったですけど、まあ子供が見ても、まあ面白いと思ったんで、まあぜひね、あの今回のやつを見て、いや、もっとマリオの映画見たいって子供が言い始めたら、その時はあの、魔界帝国の女神を。かわいそう、その子。見せてあげたらいいんじゃないですか。あれはトラウ、いや、怖いんじゃないかな。いや、でもね、いや、それもやっぱ一つの記憶になるじゃないですか。確かに。で、本当に僕、何回も魔界帝国の女神言ってて申し訳ないですけど、映画ってなんかそういうバグが生まれるとき、たまにあるじゃないですか。何かのこう因果がこう働いて、なんかちょっと奇跡的に生まれたバグみたいな映画っていうのが、魔界帝国の女神ってもうなんか、二度とこんなマリオ映画できないと思ってるんですよ。いや、奇跡ですよね、今振り返ると。そう。だから、で、トラウマになってもいいから、なんか、あれ何だったのみたいな。あの悪い夢みたいなやつ、何だったんだろうって。大人になってもう一回探してほしいんですよね。そのためにも、ね、今、まずは、わあ、なんか、マリオ映画最高楽しいみたいな。もっと見たいっつって。何これ泣いちゃうみたいな感じの経験をしといてほしいなっていう。なるほど。アマプラでなぜか日本で見れないんで、ちょっと日本で見るようにしてほしいです。このタイミングで。何か大きな力が働いてるとしか思えないです。面白いですか？面白かったですからね。魔界帝国かなり。そうね。いや、なしも楽しめました？ああ、楽しめましたよ。いや、予習編でやっててよかったんじゃないですか？よかった、よかった。だってね、大きいプロットは一緒じゃないですか。そうね。大人の方はだから、自分で2本立てで見るのが一番。そうね。魔界帝国を見て、うん。いや、はい、いや、あれ、映画で子供と、まあ、子供、お子さんがいる人はね、一緒に見に行って、で、なんか家でも、そう、家で、DVD じゃなく、DVD で見るというのが正解なんじゃないですかね。うん。全然賛同してないじゃないですか。まあまあまあ、じゃあ、そんな感じ。ちょっと、ここから先はね、もう少し踏み込んだ話をしたので、はいはい、一旦ここで切らせていただきたいと思います。はい。というわけで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、まあ、ここからちょっと話したいのは、うん。まあ、その、マリオの映画に関してはね、まあ、言いたいことはもう、ほぼ言ったかなと思うんで、うんうん。エンディング以降の話というか、うん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 。そう、まあ、やっぱ最後、匂わせで終わったじゃないですか。ヨッシーの卵ですね。そう。で、うん、今回、ヨッシー、一瞬だけ出てきたの気づきました？かわいいやつが、一瞬ね、リンゴ食べてるシーンの時に、ちらっと出てきましたよね。で、僕、あそこを見た段階で、
あ、これはなんか次回作はきっと、ヨッシーの大冒険みたいな感じになるんだろうなと思ったんですよ。なるほど。だからあそこでだから一周出てきて、その後で全然出てこなかった。これは今回ヨッシーノーフューチャーだ、ノーフューチャーだなみたいな感じで、全然出てこないんだろうなみたいな。で、なんですけど、まあね、まあ、ぶっちゃけこんだけ興行的に成功したら、まあ、続編はほぼ決定だと思うんですよね。そうですね。でもこうやって上がりきったハードルを超えていくってやっぱ大変じゃないですか。大変だね。でもいいよね。きっとそのヨッシーで、うん、あの、普通のゲームでもマリオからヨッシーアイランドの切り替えみたいな感じで、多分何か結構大きく変えてもいいし、うんうん、それでも2としても受け入れられるしっていう感じで、うんうん、ヨッシーは可愛いからね。魔界帝国じゃない方のヨッシーは。いや、魔界帝国も可愛かったじゃないですか。まあ、可愛かった。けなげなやつだったけど、彼も。喋んなかったけどね。そうね。ああ、そうね。楽しみですよ。2がね、出たらやっぱり見に行くだろうな、この経験があったら。だからちょっとね、いい意味で守りには入らないでほしいですよね。うん、そうね。こう攻め攻めで行ってほしいっていうのと、あと、なんだろうね、こう、いや本当におこがましいんですけど、こう、エンドロール見ながら、なんか、すごいなって思ったんですよね。やっぱ、任天堂って本当、抜かりない会社だなって思いました。てか、すごいよね、その、今回、その映画としてじゃなくて、なんていうのかな、プロモーションとしても、本当に。いや、本当に恐ろしい会社だと思いましたよ。すごい、こんな、だって、ゲーム、丸ごと、やらせて作品として成立させてっていう感じの、まあ、普通さ、まあ、任天堂ってまあぶっちゃけ日本一のゲーム会社じゃないですか。あぐらかいても良さそうなのに、全然あぐらかくことなく常にこう挑戦してるじゃないですか。確かにね。こうアイシールド21っていう漫画で出てきた努力する天才にはどうやって見つけたらいいんだろうみたいな、で、いや、なんか分かんないけど、なんか周りのゲーム会社の気持ちにちょっとなっちゃったんですよ、最後。まあ、もしこれがね、自分がなんかどっかのゲーム会社とか、そういうなんかエンタメ業界に勤めてたら、なんかもう悔しくて泣いちゃうんじゃないかと思ったんですよね。いや、任天堂を超えるとかは、普段言ってる人がいたら結構やるな、みたいな反応になっちゃうよね。これはすごすぎるっていう感じになっちゃうかもね。あれ、それはちょっと、とある人をディスってませんか？ディスってないです。心当たり本当にないんで。本当ですか？以前、グリーという会社の田中社長さんがそういうことを言いました。任天堂の倒し方知ってますよと言ってました。そう、まあ、それは置いといてね。なんかそういう、こう、任天堂に近しいエンタメに関わる人の視点になんか不意になっちゃって、なるほど。一ミリもかすってもないのに、なんか、ここまでやられちゃったらなんかもう、どうしたらいいんだろうってなんかいう気持ちだったんですよね。いや、すごいよね。本当に。なんか、隙がなさすぎるというかね、あまりにも。いや、もう、夫もびっくりですよ。ってことを思いましたね。確かにね。本当にすごいね。あぐらかいてない。そうね。本当に、今までの歴史をさらにっていう感じだもんね。逆になんかこうね、こうゲーム会社の人にちょっとインタビューして回りたいぐらいですよね。ああ、確かにね。見ましたみたいな感じで。どうですどう思いますみたいな感じで。あ、だソニックがだから、比較対象になるのかもね。いや、ちょっと待ってください。ストリートファイターもあるじゃないですか。はい、あ、ストリートファイターもね、そうね。まあそうね、アニメという意味でね。うん、ソニックなんか評判いい気がするし、私見てないですけど。まあ、ピカチュウも、まあ、ニンテンドみたいな。ああ、そうだ。ね、そう。テーマの部分も私、本当に、すごい、うんうん、あの、ファミリーも。うん。ああ、なるほど。あ、そうだ、そこを言うの忘れてた。あの、マリオの家族初めて見たなと思いましたよね。ああ、確かにね。あ、こんなにいたんだって。そう。親父ハゲ取りやないか、とか思いながら。ね、パパとの確執あったんだ、っていう感じね。あったかファミリーやんけ、とか思いながら。あったかファミリーでしたね。よかった。あの、兄弟愛も私好きなんですよね。お兄ちゃんが。で、私は結構その、兄弟愛の方で、うん、あんな、私、涙腺がちょっとだけね、刺激されました。ブリブリブリって。あれ、まあ、イタリア系アメリカ人じゃないですか、設定。うんうんうん、まあ、その、ね、マンマミーアっていう、うんうん、わかるように。
実際のこうイタリア系アメリカ人がどう見てるかちょっと知りたいですよね。ああ、確かにね。誇張表現なのか、なんか、いや、こんなもんだよ、みたいな感じ。そうだね。確かに、マリオと同じ、そうだよね。アイデンティティの人というか、いらっしゃるわけだもんね。で、うん、私はね、テーマ、勇気もあったと思うんですけど、うん、その、ネバーギブアップ、諦めないっていうところの体験が、私の実際のゲーム体験と重なって、うんうんうん、何度もやり直してクリアするっていう、あの感じ、うん、まあそうね。まあ諦めないね。そうそうそう。私ゲームあんまり上手くないし。なんかあの感じもね、すごいいいなと思いましたね。うん、そう、どっかで今日話したいなと思ってて、最後付け加えさせていただきました。お見事だと思いますね、あれも。僕の中ではなんか同じ流れで、うん、要はもう一回立ち上がる勇気のことだと思う。うんうんうん、あれは、ね、何回やられてもっていう。ね、あれはちょっと刺さっちゃうよね。うん、最後良かったですよね。その心折れかけの時に、うん、あの映像を見てね、じじじって、まあ、自分たちで作った映像にを見て、うん、また勇気を奮い出すというかね、うん、でもあそこからほらようやくこうブラザーズである意味が出てくるし、うんうん、ね、どうするこれは配信待った方がいいですか、それとも映画館で見た方がいいですか。映画館で見た方がいいと思いますよ、うん、名作でいい映画ですからね。まあ、あとはその、世間の盛り上がりがちょっと起こると思う。そうそうそう。私もそう思います。盛り上がってるんで、うん、この波に乗るしかないをやった方がいいんじゃないですか。で、全く後悔はないはずです。うん、ね。そうね。そうね。そう、まあ、冒頭でね、そう、僕がちょっと舐めてたって言ったと思うんですけど、まあ、ちょっと僕みたいなというとあれですけど、ちょっとひねくれた人間にもちゃんと面白いと思ういい作品でしたしね。そう、損はない。これは見て。うん、上質なエンタメを1時間半浴びていただいてね、気持ちよくなれるから。最近のコアとか言うと、まあ冗談です、半分冗談で聞いてほしいんですけど、コストパフォーマンスをね、重視するらしいんでね。うんうん、面白くない映画 見に行きたくないらしいんですけど、なるほど。いや、そういう意味では、損しないんで、安心してっていいと思うんですよね。うん、うん、安心してください、ほんと。って感じですかね。そうですね。いや、いい体験だったな。面白かった。ちょっと新宿のね、映画館の話もちょっと聞きたいですけどね。おー、うん、こんなでも、まあ、お話しした通り、でもカップルが多かった気がするな。あとね、コスプレしてる人もいた。最高じゃないですか。ルイージっぽい人、うん。いいじゃないですか。なんか噂によると、六本木の映画館は、なんかマリオ仕様にしてたらしくて、なんか全国に5、6カ所ぐらいなんかマリオ仕様の映画館があるらしいんですよ。で、なんかもう本当に、劇場の内装からかちょっと変えてみたいな感じで、椅子に一個一個こうなんか特別なシートかけたりした。素敵です。そこは結構なんかコスプレ勢とかいたらしいという噂だけ聞いてます。そうね、ちょっとマリオガチ勢がいるでしょうっていう話を見終わった後して、うんうんうん、そういう人たちは泣いちゃうかもねっていう話を。あ、そうね。いや、マリオのガチ勢はもうなんか序盤で来るんじゃないかなとか思いながら、ね。ありがとう、こんな最高のものをって思うんじゃないかな。ずっと、マリオを推してた人たち。あとね、オープニングすごい、オープニングっていうか、その、よく言われるのが、映画は最初の10分で決まるよみたいな話があるじゃないですか。うんうんうん、要は、その10分間でどんだけ引き込めるかみたいな話が、うん。そこは本当に完璧だったし、その、ちょうど10分経った、まあ、10分15分ぐらい経った時点で、不思議の世界に行くわけですよね。うん。本当教科書通りやってんなとか思いながらね。いやー。素晴らしい、うん、プロの技ですよね。脚本の教科書になりそうな作品ですよね。そんな気がするな。あと、なんかドンキーいいキャラしてるなと思いませんでした。いや、いいやつだったね。ドンキーファンが増えるんじゃないですか。そう、近所のあんちゃん感ですよ、いわゆる、うん。頼れるバディでもあるしみたいな。本来、ルイジが担うべきところをドンキーが担ってたなとか思いながら。いや、いろんな。今までの歴史でキャラクターとして描くことができるキャラなんじゃないかと思うけど、一番いい形でね、うん、多分そのドラゴンボールで例えるとピッコロ大魔王ポジションというかね、敵でもあり頼れる仲間でもありみたいな ね、いいキャラだっていいキャラ。じゃあそんな感じで、そうですね、サクッといきましょう。はい、というわけで本日もありがとうございました。ありがとうございました。